こんにちは、兄です。今日はですね、はい、クレオトランスフォーマーのマイクロチェンジャースを10袋買ってきました。前回ですね、6袋開けて4種類揃ってるんですけども、残り8種類です。で、実はですね、まあ、確定してるわけではないんですけども、なんとなくサーチのやり方を知ってしまいました。まあ、これで全部コンプリートできてるはずです。それではですね、今回はまた3袋開けたいと思います。今回開封するのはこの3つの袋です。サーチの仕方が合っているかどうかわからないんですけども、もし当たっていれば、この2つは同じものが入ってるはずです。まあ、ちょっとね、そこは開けてみないとわからないので、開けてみましょう。それでは1袋目。今回は編集でね、ごまかしちゃいけないので、ノーカットでちょっといきます。はい、出ました。これは赤い感じなやつですね。で、中身を見ると、はい、インフェルノが出ました。組み立てるのはちょっと後でいきましょう。で、次2袋目。これも、もし当たっていればインフェルノのはずです。じゃじゃん。赤いですね。説明書出します。はい。インフェルノ。うん。やっぱりね、サーチの仕方、合ってるみたいですね。3袋目も開けちゃいますね。せーので、はい。おー、これはね、なんかいいな。色合いがかっこいいな。で、顔がね、ドクロみたいな顔してる。説明書を見ると、ディセプティコン、ブルドッゲン、ブラ、読めない。ちょっとね、名前わかんないです。ごめんなさい。じゃあ一気にね、組み立てていきたいと思います。はい、できました。こっち側がインフェルノ。で、こっち側が、なんだっけな。今調べたんですけど、ブラジオン。ブラジオンっていう名前みたいですね。いや、それぞれね、かわいいですね。うん。では、お待ちかね。トランスフォーム。はい、できました。こっちがインフェルノで、こっちがブラジオンです。インフェルノの方は、いわゆる車のタイプですね。で、なんかこう、何ですかね、これ。銃みたいなのがついてるというか、散水車みたいな感じにも見えなくはないですね。トランスフォーマーの仕方は、相変わらずの、こうですね。はい、まあ、イマジネーションで頑張ってください。僕のイマジネーションではもう完全に車です。そして、ブラジオン。ブラジオンは戦車形態ですね。トランスフォーマーの仕方は、膝立て型です。前回のね、ウォーパスだったかな?あれと同じトランスフォームの仕方ですね。相変わらずのね、究極トランスフォームで安心です。いやー、いいねー。ブーン。ててて、ドンドン。ブラジオンのね、この色合いがすごいですよね。カラーリングがたまんない。はい、そういうわけで今回3袋開封して、インフェルノ2つとバルジオンでした。今回ね、検証のためにちょっとインフェルノ被らせてみたんですけども、まあ、これでね、僕がこう調べて知ったサーチの仕方は間違ってないんだなっていうのがまあ分かりました。残りね、7袋あるので、まあ、これをね、またどんどん開けていきたいと思いますので、またチャンネル遊びに来ていただければと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ブラインドパッケージのサーチの仕方を、まあ、言っちゃっていいのかな。ちょっと紹介したいと思います。